年明け1月2日3日に行われます箱根駅伝2022ですけれども、注目校と注目選手、注目世代を紹介しておりますけれども、今回は注目の世代、優勝候補2連覇がかかります駒澤大学の大学3年生世代を紹介したいと思います。12月10日に16名のエントリーメンバーが発表されましたけれども、駒澤大学は4人の3年生世代の選手が選ばれましたので、1人ずつ紹介してまいります。1人目は大坪選手です。大坪選手は11月に行われました激坂最速王決定戦で全体の4番、大学生の3番に入りました。非常に素晴らしい走りで、上り坂の適性をね、示してくれた、証明してくれたような走りでした。まあ、ハーフやね、1万メートルのね、持ちタイムというのがあまり良くないんですよ、メンバーの中では。ただ上り坂の適性はね、駒澤は1と言っても過言ではないのかなと思います。タイムも、激坂のタイムが53分14秒ということで、非常に素晴らしいタイムですよね。昨年激坂最速王に、激坂王に輝きました創価大学の三上選手に、17秒勝ちましたね。三上選手は全体の5番、学生の4番になっておりますので、三上選手に勝ったということで、三上選手は今年の箱根駅伝、箱根駅伝の山登り5区を走りまして区間2位ということで、そして往路優勝のゴールテープ切った選手なんですけども、その選手に大坪選手勝ちましたから、上りの適性は間違いなくあるなというふうに思います。ただ激坂最速王決定戦のコースはね、 13.5 キロほどのコースなんですよ。箱根の山5区は、まあ、約ハーフぐらい走らないといけないということで、非常にね、距離の問題があるんですよね。あと7キロ以上走らなければならないと。なのでハーフの距離の適性があるかどうかっていうのが大坪選手のね、最終判断というかかなと思います。まあ、5区のリザーブだったり、まあ、実際走る可能性があると、まあ、リザーブだったらしっかり準備していただいて、また走ることがあるようでしたらね、しっかりね、走っていただいて、大坪選手が平地は走れない代わりに上り坂、箱根のね、鍵となる区間を走ることができれば、平地に1人回せますのでね、駒澤大学の作戦の引き出しが1つ増えるんじゃないかなというふうに思いますので、大坪選手は非常に鍵を握っている選手といえます。2人目は大エース、日本のエースですね、田澤選手です。田澤選手は 5000m が13分29秒、13分30を切っております。そして 1万m は先日27分23秒44と日本歴代2位の学生新記録をマークしまして、来年行われます世界陸上、オレゴンユージーンの世界陸上の参加標準記録を突破いたしました。もう国内でね、トップクラスの選手となりましたね。大学生だけじゃなくて実業団プロランナーを相手にしても全く引けを取らない実績をね、積み重ねてまいりました。駅伝でも田澤選手強いんですよ。11月のね、上旬に行われました全日本大学駅伝では7区でね、区間賞を取りました。そして MVP です。昨年の全日本もね、アンカー区間で東海大学と激しいマッチレースを制しまして区間賞、そして MVP ということで2年連続 MVP に輝いております。箱根駅伝は2区を走りまして区間7位、順位こそ7位でしたけれども、日本人では区間3位ということで最低限の走りをしました。まあ、助けをもらった位置が非常にね、ちょっと難しい位置だったので、前を追いづらさは当然あったと思うんですけれども、まあ、それでもね、しっかり、走ったっていう印象ですね。まあ、2区のコースがね、苦手なんじゃないかなと思っておりますけど、それでもきっちり走りました。まあ、おそらくね、まあ2区を走るんじゃないかなというふうに思います。まあ、大八木監督はもう適性とか関係なく、エースは2区に置くと、そんな気がしております。まあ、個人的には3区を走ってほしいなと思ってるんですけれども、まあ、2区大事なところを任せられることは間違いないと思いますので、田澤選手の走りに期待したいなと思います。今年の5月に行われました日本選手権では27分39秒ということでね、準優勝してます。表彰台に上りました。まあ、もう27分だよね、複数回出す大学生がいるだけでもいい意味で鳥肌が立ちますよね、田澤選手。まあ、これからに期待したいなと。そしてそのためにはまず箱根駅伝できっちり結果を残してほしいなというふうに思います。3人目は東山選手です。東山選手は全日本大学駅伝は5区で区間8位と、しっかり仕事を果たしまして、チームの優勝に大きく貢献いたしました。6月に行われました日体大記録会では
5000m13 分53秒、10月の日体大記録会では 5000m13 分47秒とね、ちょっとずつ着実に成長している姿を見せております。11月に行われました関東学生1万メートル記録挑戦競技会では1万メートル28分56秒の自己ベストを更新しておりまして、今ね非常に調子のいい選手の一人かなというふうに思います。実績だけを見るとやっぱり今田澤選手がね非常に優れていますし、下級生にね唐沢選手鈴木選手、まあ、非常に力のある選手がいるんですけれども、東山選手ね、まあ、駅伝の出番もねそんなに下級生の頃なかったんですけれども、全日本で駅伝デビューしてそれなりの走りを見せてくれましたし、トラックでもね確実に着実に成長している姿を見せておりますので、まあ、今後に期待したいなと。箱根駅伝ねからメンバー、まあ、16名には入ってきましたけど、本番走るのは10名ということで、ただそこに絡んでくるんじゃないかなと私は見ております。まあ、こういうねフレッシュな選手、自己ベストを更新したばかりの選手たちというのは非常に頼もしいですのでね、この勢いままに、期待したいなと、今の調子の良さを期待したいなというふうに思います。そして最後4人目ですね、山野選手です。山野選手は今年の箱根駅伝9区を走りまして区間6位と、きっちりね長い距離を、走り切りましたよね。区間上位で走り切りました。特に、まあ、山野選手はね 2番で走ってました。前が見えない中で創価大学ね独走してましたけれども、しっかり単独走の中でね箱根の9区を区間6位でまとめたっていうのは非常に素晴らしいんだと思います。そこからもね頑張りましたね、調子良かったです。4月の日体大記録会では1万メートル28分32秒の自己ベスト、関東インカレはハーフマラソンを走りまして入賞こそ逃しましたけれども、ハーフマラソン1時間3分3秒ということで、まあ、ちょっと距離は足りなかったコースなんですけれども、それでも結果を残しました。夏場7月の北連ディスタンスでは 5000m を走りまして13分54秒ということで、しっかり13分台に乗せてまいりました。ただここからねちょっとねレースから遠ざかってるんですよ。まあ、全日本も、昨年は経験しているんですけども、今年は欠場、まあ、怪我をしたという情報もありますので万全ではないのかなと思います。ただまあ、山野選手はね今年の箱根駅伝の9区の走りを見ても分かる通りしっかり、単独走ができる選手ですのでね、復路の8区9区あたりに登場してくるんじゃないかなと、もしくは10区に、挑戦してくると起用されてくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あの3年生世代ですね、田澤選手が非常に目立っておりますけれども、上りに強い大坪選手、記録著しくね記録を伸ばしてきていると、今ね一番調子のいいだろう東山選手、そして単独走きっちり仕事をこなす渋い走りが持ち味のね宮和野選手ということで、まあ4人ともねなかなかちょっと違うタイプの選手が揃いましたけれども、まあ、16名に入ってくるべく選手だと思いますので、まあ、こちらの4名に非常に期待したいなと思います。まあ、あの上級生下級生は非常に強いですけども、上級生の力もね箱根駅伝大切になってきますので、3年生世代田澤選手大エース、日本の宝、日本のエース田澤選手を筆頭に4名全員がね大活躍してほしいなというふうに思います。駒澤大学から目が離せません。以上